初期鉄器時代のヨーロッパ、オリーブ色は、ポメラニア文化濃い緑は、北欧青銅器時代の諸文化園児色は、ヤストルフ文化黄色は、ハルプシュテットニリンブルク文化群オレンジは、ケルト系の文化群黄緑は、家型骨壺文化、ポメラニア文化、ポメラニア、顔形骨壺文化、または、ポメレリア、顔形骨壺文化は、ポーランドのポメラニア地方における、鉄器時代文化、 紀元前650年頃に、ルサチア文化から発展し、南方へ拡大した。ルサチア文化は、プロトスラブ系の都市地ニエツ文化を基礎とするが、北欧の青銅器時代ともしばしば関連付けられる。紀元前200年から紀元前150年にかけて、東ポメラニア地方では、オクシビエ文化に発展し、ビスワ川とオドラ川を遡った一帯では、 プシェボルスク文化に発展した。ポメラニア文化に特徴的な人の顔のついた骨つぼ。ポメラニア文化に最も特徴的なのは人の顔のついた骨つぼを用いていることである。骨つぼは石棺に収められている。顔形のこの骨つぼはどれも東方のステップ地帯の諸部族のものと似た帽子をかたどった蓋が乗せてあり、 小さな制銅性のイヤリングがついていることも多い。愛嬌あるこれらの顔は非常に写実的なものもあり、どの顔も他の顔とは異なっている。骨壺には顔の他に狩りの場面、ジャリオット競争、牙の人物などが彫刻されている。金属製の服装品としては、トゥーコムで発見されたものと同型のブローチや、たくさんの制銅性リングがついたネックレスなどがある。 経済構造はルサチア文化のものと似ている。ライ麦が組織的に栽培され始めているが、まだ主要穀物ではない。ヒルフォートはルサチア文化の西部地方と比べると少ない。南方からの輸入品はあまりない。同時代の関連文化としては、ドイツ中部の家型骨壺文化がある。前8世紀のヨーロッパ東部。赤色がルサチア文化茶色が、 ミログラード文化コギ色が、チェルノレス文化ウグイス色が、スルブナ文化後期青銅器時代に、ルサチア文化や、ミログラード文化が広がっていた地域へ、鉄器時代になると、チェルノレス文化が影響を与えて、ポメラニア文化が形成され、後期鉄器時代になると、ポメラニア文化は南東へ拡大し、浸透していった。ポーランドのマゾフシェ地方では、文化的融合により、 金の形状をした墓地を持った文化が発展した。ありがとうございます。